はい、皆さんこんにちは、ワンデルグルビーチです。では今回はハーツオブアイアン4レジスタンスアメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。まずはですね、情報機関からの情報のアップデートをね、確認していきたいと思います。まあ、日本にね、今諜報活動、諜報戦を仕掛けているところなんですが、まずは産業工業ですが、ご覧のような状況ですね。軍需工場を徹底的に叩くのであれば、まあ、やっぱり東京、広島、大阪、このあたりになりそうですね。で、続いて、海軍の編成なんですが、もうこれはね、前回も確認したと思うんですけども、まあ、戦艦が3。まあ、巡洋戦艦が3ですね。で、いわゆるバトルシップ、戦艦が6。で、空母が6という編成です。で、どこに展開しているかというのも、実は見て取れるようになってまして、今のところですね、哨戒任務に当たっている艦隊が2つありそうです。グアムね、近辺に、現在艦隊が1つ入っていると、哨戒任務で。で、もう一つ入っている場所としては、日本海ですね。なので、敵の艦隊の場所も分かれば、そこにね、艦隊を向けて艦隊決戦に、持ち込んでいくっていうことも、この諜報活動によって今後可能になっていくのかなというふうに思っています。ここはね、本当に楽しみなプレイの幅が広がる部分かなというふうに思いますね。はい。では、時間を進めていきまーす。とにかく今はね、戦争に備えていくということが重要なんですけど、そのために必要な師団の編成、陸軍の編成がね、結構しんどいんですよね。海軍の編成はね、前回最後に第1第2両太平洋艦隊に第1大西洋艦隊ということで3つの大きな艦隊を編成しました。まあ、これでね、十分に帝国海軍とね、渡り合えるかなというふうに思ってるんですけど、問題は陸軍なんですよね。陸軍がどうしてもちょっとパワー不足な感が否めないので、ちょっとそこにね、どういう手こ入れをしていくかというのを、ちょっと今回ね、しっかり考えていければいいかなと思ってます。で、諜報機関の方なんですが、アップデートがね、入ってくるようであれば、25日でね、アップデートできますので、アップデートをかけていきますと。で、続いて研究の方なんですけども、発展型装備転換で、装備転換ボーナスが得られるものが終わった後ですね、じゃあどうしようかなっていうところなんですけども、まあ一つはね、海軍のドクトリン、これをちょっとやっていこうかなと思っていて、空母作戦、これで母艦の指揮統制率がプラス20、さらに対艦照準力がプラス10。これをね、ちょっと獲得していければいいのかなというふうに思っています。まあ、早速今終わりましたんでね、これをちょっと入れていきましょう。で、あとはやっぱり陸軍の装備なんですよね。陸軍の装備がいかにも貧弱なんで、ちょっとここをね、見直しをしていきたいと思っています。歩兵隊も1939年になってますんで、M101A1、言えてないね。105mm 砲を入れていきます。で、母艦の方が終わったら、新しいね、研究をまた考えていかなきゃいけないかなと思ってます。エージェントもアップデート型、なんか忙しくなってきたね、ここに来て。ちょっと一旦時間を止めて、エージェントを入れていきます。自殺用ピル。まあ、先に一通り入れておくという意味では、自殺用ピールをじゃあ入れましょう。わ、8議席が反対派に回るか。8議席、まだ大丈夫だ。会員の方が危ないので、またロビー活動を展開しておきましょう。で、余った造船所あるので、ここに新しく母艦を投入していきます。
空母戦隊の3が研究終わりましたね。待っていた。この時を。では、母艦を作っていきましょう。で、間研究枠は魚雷を作っていきますか。前衛にはどうしても駆逐艦、さらに潜水艦を配備せざるを得ないので、これらによって敵の前衛を潰して、敵の大型艦、バトルシップや、エアキャリアですね、の方の、攻撃にね、つなげていきたいので、一度、魚雷発射艦を研究しておきます。とにかく、海軍で帝国を倒す。まあ、それがね、第一目標ですね。では、生産のラインを見ていきましょう。空母がいつ仕上がるかだな。もうそろそろ空母が仕上がったとしても、ヨークタウン、これを、ちょっと変えておく。ここにさらに、格納庫を入れて、ちょっと待ってね。これで、格納庫の数を増やしましたよね。80機が搭載できる状態になったわけだな。であればこっちの方がいいよね。ヨークタウン海、まあそういうクラスにしておきましょう。今後はこのヨークタウン海を中心にね、建造を進めていければいいかなと思います。でだ、船体が39年7月に上がってくるものを今更一から作り直すのはもったいないが、40年1月か、もう一つは39年の6月。39年の6月。これを待つか、作り始めちゃうか。ちょっと微妙な判断だな。どっちがいいかだね。いや、ここは新しい母艦を早めに投入したい。ヨークタウン海。107日、3ヶ月分の工程を無駄にするのがいいのかどうか。いやー、ちょっとこれは待ちましょう。39年の6月に忘れずに新しい母艦を入れるということで、進めていきましょう。なので、これを、こういう状態にしておきましょうね。これで、終わった後自動生成が始まらないので、母艦をね、しっかり、新しいものにマイグレーション可能という状態にしておきます。これね、忘れるとね、新しい母艦を作らずに、古い母艦というか、まあ、艦船をそのまま作っちゃうので、ここはね、しっかり忘れないように手を加えておきましょう。はい。では、また時間を進めていきます。ヨークタウン海でね、帝国をぶっ潰しましょう。アジアへの介入が、国家方針完了しましたので、続いていよいよ日本とのね、戦いを意識した、オレンジ計画。これをね、発動していこうと思います。これで、もう日本とのね、決定的な決裂ということになっていくと思います。
ここで陸軍への、潜入もね、完了しているようですね。では、どんな情報が得られているか、確認していきましょう。あ、潜入が解けてるので、海軍の情報がだいぶ減ってますね。ちょっともう一回潜入させる必要があるな。で、寺内さんがいたり、今村さんがいたり、岡村さんがいたり、こういうところもわかるんだな。で、敵の方の師団もよくわかる。手に取るように。となれば、もう一度やっぱりエージェントを送り込みましょう。しっかりね。もう一人は新居。ここに送り込む。前線だな。しっかり捕まらないように。それだけですね。エージェントは身の危険がね、あると思うので。ではまた時間を進めていきましょう。はい。そしたらここでね、冒頭で仕掛けておいた空母の建造が終わったので、新しい空母ヨークタウン海を建造ラインに乗せていきます。ちょっと鉄が足りないのか。少しですね、建設スピード、工場の建設スピードが落ちてきていて、使える民地工場の数が少なくなってきてるんですね。なので、貿易をギリギリに切り詰めていきたいなぁというところではあるので、いやーちょっと悩ましいなぁ。ただ削れるところはもうないね。石油をね、ちょっと思い切って削ったんですけど。できるだけ民事工場の稼働を貿易に持っていかれたくないので、建設スピードの関係上。ちょっとここは我慢して、ギリギリのところにしましょうか。イタリアとドイツが同盟を結びそうな、そんな気配ですね。国際緊張度がもうちょっと上がってくれば、義勇軍を、中国に送り込めるかなというところなんですけどね。さらに、ヨークタウン海、これを乗せていきましょう、ラインに。が、鉄が足りない。いやー、鉄が足りないな。この鉄不足によって建設にどう影響出てるか。だね。民事工場、軍事工場、両方欲しいからな。で、オレンジ計画が完了してます。そしたら太平洋の防衛入れましょう。が、イエロー計画が終わってないから、ダメだね。じゃあ、イエロー計画先に入れます。ちょっと、鉄がどうしても欲しいので、ここは、政治力を使って、製鉄所ですね。これの拡張を入れておきます。で、民事工場を貿易に使わないように、なんとかやりくりしていきたいと思います。で、艦隊の方なんですけども、少し動かしておきましょう。で、第1、第2、両太平洋艦隊を少しね、太平洋の奥地まで進出をさせておきたいと思います。
では空母作戦の次は船団後方に入って、船団後方の次ですね、空母の補助的運用まで進めていきたいと思います。石油の輸入をやめたので少しずつ石油の備蓄が減っているという状態ですね。建設機を見ておくと、いやー稼働してないな。2並列で稼働させたいところなんですけどね。民需工場がちょっと欲しいな。イエロー計画の次、民需工場を手に入るような施策があれば、それ一気に進めていってもいいかもしれない。民需工場が直で欲しいんですよね。さすがにそんなに美味しいものはないな。となれば、いやでもな、工場の数で言うと日本はどうなってる？こういう時に情報があるとね、いいですよね。情報が取れて。日本は、工場の数が34から38か。いや、多いな。軍需工場の数が多い。我々の倍ありますもんね。いや、これは想像以上に手強いぞ。そうですね。ちょっと考えものですね。軍需工場を一気に潰すには、やっぱり、東京、大阪、呉、そして、まあ、名古屋ですかね。まあ、海戦の時期で言うともう 1,2 年以内には確実に海戦になると思うので、その時の戦力だな。艦隊戦力は互角に戦えると思うので、残っているのが空軍そして陸軍ですね。ちょっとここをどうやって対応していくかっていうのは、次回ね考えていきたいと思います。というわけで、今回はねちょっと早送りが多くなってしまったかなと思うんですけども、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。